ウィリアム・ホッチスは、イギリスの画家である、ジェームズ・クックの第2回体験公開に、博物画家として参加し、クックの探検した、タヒチやイースター島、南極圏のスケッチを残した。ロンドンに生まれた、ウィリアム・シプリーノが塾や、リチャード・ウィルソンのスタジオで学んだ。ウィルソンのスタジオでは、風景画家のトーマス・ジョーンズと共に学んだ。最初画家として、 演劇の場面を描いた。1772年から始まったクックの第2回体験公開に博物画家として参加し、スケッチや単色画で描かれた博物画や風景画は版画にされ、クックの旅行記の図版として用いられ、出版された。太平洋探検公海から戻った後、海軍から報酬を得て、公海で訪れた多くの場所の風景を油絵で完成した。 1778年に、英領インドの初代総督、ウォーレン・ヘイスティングズに招かれ、インドを訪れた最初のプロの風景画家として、最初にインドを訪れた人物となった。6年間インドに滞在しラクナウで過ごした。その後、ヨーロッパを旅し、1790年には、ロシアのサンクトペテルブルクを訪れた。1793年には、 インドの営利の旅行記を出版した。投資の失敗などで自殺したともされる。ありがとうございます。